はい、お疲れ様です。今回は簡易な領収書システムを使い回そうというテーマです。このサンプルの領収書のように一覧に入力したデータに基づいてこの三角の上下をクリックするだけで内容を切り替えられる簡易な領収書システムの作成方法を紹介します。元データは一覧にあるので履歴管理もできますし、追加の都度印刷もでき、効率的に管理ができるかと思います。なお、領収書のひな型の作成自体はここでは省略しますが、このひな型ではインボイス制度で必要な適格事業者の登録番号、税抜き金額、消費税率、消費税額の入力も可能にしています。では作成していきます。まずは一覧の見出しと一行目をコピーし、こちらに貼り付けます。列幅を自動調整します。VLOOKUP 関数を使うための列番号を領収年月日の欄外下に入力します。こちらは2と入力し、合計金額まで連番を入れます。領収年月日に VLOOKUP 関数を入力します。検索値は左隣の R5 セルを選択し、F4 キーを3回押し、複合参照とします。範囲は一覧シートの列全体を選択し、F4 キーを1回押し、絶対参照とします。列番号は欄外真下のセルとし、検索方法はフォールスとします。OK を押し、合計金額のセルまで書式なしコピーをします。次にコントロールのスピンボタンの設定をします。開発タブのコントロールの挿入の上の段、こちら、スピンボタンをクリックし、図形の四角を描くように、このあたりに適当な大きさで表示します。スピンボタンをセルの大きさに揃えていきます。セルの幅を調整し、コントロールを押しながらスピンボタンをクリックすると、大きさを変えられるようになります。オルトキーを押しながら調整すると、セルの枠にきれいに収めることができます。次にスピンボタンの上で右クリックをし、コントロールの書式設定、現在地を1に、最小値も1に、リンクするセルを隣のナンバーのセルとし、OK を押します。これで作業領域の設定は完了です。スピンボタンの上下を押すことで切り替えが可能になりました。次に印刷範囲の方の設定をします。黄色にしているセルにそれぞれ作業領域の該当項目を参照させます。品名の部分はここでは後ろに&ダブルクォーテーションの中にとしてと入れています。すべて入力したら完成です。スピンボタンの上下をクリックするだけで内容を簡単に切り替えることができます。印刷も切り替えて印刷していくだけです。これは英語版で1枚としていますが、このように A4 に3枚ずつ作ってもいいかと思います。今回は一つ一つの細かい設定の説明は省略しています。関係する動画を概要欄に貼りますので、そちらも見ていただければと思います。以上です。ご視聴ありがとうございます。